開始。お願いします。最近将棋ウォーズの動画なかなかやってなかったんですけど、まあどうしてかっていうと4人将棋実況の動画作ってたんで、三賢美者、将棋ウォーズをやる暇がなかったというか、その将棋ウォーズ動画をちょっと休んでたというか、畳の囲い、なんか4人将アルキビのシリーズもなんかマンネリ化してきちゃ、あ、これは6八飛車と寄った方がいいですね。え、これは取りますよ堂々と。あ、同銀か。え、これ放置したら何かあるんですか。これまあ5六銀でもいいんですけど、5六銀でどう、どうせ角また打つんでしょ。これ飛車浮いたら桂も跳ねんの。飛車浮くか。これ何もなければ、あー、まあ桂馬で取って、あ、桂馬で取りますか。なんか6六歩とか打ってもなんかあんまり、でって感じですよね。取ってくるのか。これ構わず4五、いやー、どうだろうな、同銀同、あ、まあ一回角打っとくか。まあ飛車をちょっとね、ちょっかい出しておいて、まあ、取っといて、これなってきたらもう飛車の方取って、はあ、これは飛車が鬱陶しいな、ちょっと取っとこう。あんまり飛車好きじゃないですけどね。これもし角打ってきたら金引きだからね。これ金引きだな。これ当然の一手。いや、これはね、パッと見、え？あー、まあまあまあ、でもこれはね、寄る手が講習ありだな。まあ、と金は作られますが、ただパッと見これはいいんですよね。まあ、一回叩くか。叩きの歩。これは無視できないと思うので、あー、寄るんですか。まあ、そこで飛車を打っとくか。多分、金を引くと思いますけど、取っておいて、あ、時間が負けてるな。時間がね、あれ、ちょっと待って、これ、意外と、え、桂馬打つか。取るんかい。取、え、あれあれ、これは寄りますね。あれ、ちょっと待って、なんか変だな、これ。大丈夫かな。金打ちか。あれ、なんか手順に攻められてるんですよね。これ意外とまずい。1分。まあいいや。押すか。まあちょっと悠長かな。と、いいや、なっちゃえ。これ詰まされなければまだまだ。よいしょ。これ強者打つと、これが詰めろか。打つと逃げて、うん、ちょんちょん、これ詰めかどうかなのかな。そういう局面なのか。うん、打って、逃げたら、あ、逃げるのか。30秒。これは角ですかね。これ取るしかないので取っていって、あ、取るんだ。取って、パッと見は詰みですけどね。これと金入って、20秒。まあ角です、あ、角ですか。あー、そっちか。まあ取って、取っちゃって、角なっちゃって、金打ちで罪ですね。あ、そっちか。え、あー、ほら、ちょっと危ない。よいしょ。まあ、贅沢に行きますか。よいしょ。厳しい。あまりに厳しい戦いだったが、よく頑張ったな。はい。久しぶりの将棋ウォーズ動画なんですけど、なんとか勝ちましたね。
まあ、将棋ウォーズプラス雑談を楽しみにしている視聴者の方もいらっしゃるみたいなんで、まあ、雑談コーナーに移りたいと思うんですけども、最近ふわっちという生放送サイトでふるふりさんと討論会開いたんですよ。で、討論のテーマは仮想通貨なんですね。仮想通貨といえば最近話題じゃないですか。仮想通貨が上がったの下がったの随分ニュースになりますけれども、ただ前々から動画でよく話しているように仮想通貨にお金をつぎ込むことは賢い判断ではないと思うんですよ。だって仮想通貨使えないじゃないですか。仮想通貨使えるお店、皆さんの近くにあります？見たことないですよね。ビッグカメラで使えるって聞くけど、でも別に仮想通貨じゃなくて日本の円でも支払えるわけだし、仮想通貨を使った方が便利なシーンって別にあんまりないですよね。にもかかわらずみんながさ、その仮想通貨をさ、投機目的で買ってるっていうのが、ちょっとそれは危ないんじゃないかなと思うわけですよ。で、そういう思いをですね、そのフルフリさんやフルフリさんの視聴者たちにぶつけてみようと思って、まあ、討論会申し込んだわけなんですね。で、その討論会が実現して、フルフリさんとフルフリさんの視聴者であるドリさん、ゴメスさんが議論に参加してくれまして、まあ、仮想通貨についていろいろ話してたんですけれども、まあ、全体的にはですね、まあ、私が仮想通貨について考えることをガン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 言いまくって、まあ、それに他の人たちが応じていくっていう、まあ、そういう流れなんですよ。で、フルフリさんとドリさんは仮想通貨を持ってるんですね。で、ゴメスさんは仮想通貨を持ってないけれども、まあ、司会役っていうかね、議論の司会みたいな感じで入ってくれたわけなんですけども、まあ、そのふわっちっていうサイトでね、フルフリさんを検索してもらえれば、激論仮想通貨朝までフルテレビっていうのが、まあ、過去の動画としてありますので、まあ、詳しくはそれを見ていただきたいんですけども、議論の流れを簡単に説明すると、まず最初に私がフルフリさんとドリさんに聞いてみたんですよ。仮想通貨っていうのはお金だと思ってるんですか、それとも物だと思ってるんですかって聞いたんですね。そしたらドリさんはどうなんですかね、なんかお金とも言えないし物とも、なんかよくわかんないなっていう、そういう答えでしたね。で、フルフリさんも同様にお金か物かはよくわかんないと、てかそんなこと正直どうでもいいとって言うんですよ。で、はあ、そうなのか、じゃあその仮想通貨今買って持ってるみたいなんだけども、その将来日本のありとあらゆるところで仮想通貨が使えるようになって、しかもその仮想通貨ベースで値札がつくような時代が来るってことを予測してるんですかって聞いたんですよ。どういうことかっていうと、今スーパーに行くと大根1本200円とか、お米 5kg で1500円とか、円で値札ついてるじゃないですか。つまり円で価格が固定されてますよね。だけど仮想通貨が普及することによって、みんなビットコインで払うから、じゃあビットコインで値札つけようと、大根1本1ビットコイン、お米 5kg10 ビットコインみたいな感じで、そのビットコインの価格でその固定されてしまうから、そのビットコインを持っていないと、その日々の生活っていうか家計をね、支えることができなくなっちゃうじゃないですか。円を持っていたらそれってその外貨を持っているような感覚になってしまうから、だからそういう時代が来るから、そういう時代に備えて今仮想通貨を買ってるっていうんだったら、今仮想通貨を買うのは合理的っていう見方もできるじゃないですか。で、そういう未来予想図を描いてるんですかって聞いたら、いやそれはまさかそんなこと考えも見なかったっていうふうにドリさんもおっしゃってましたね。フルフリさんもいやいやいや、それはないでしょって、日本の法定通貨はこれからもずっと円のままだし、そのビットコインで値札が全部付けられるとか、そういうのはちょっと考えられないって言うんですよ。あ、そうなんだ。じゃあ別にその将来その円じゃなくてビットコインがお金の主流になるから、今のうちにビットコインを買っておかないと、その、なんていうのかな、時代の流れに乗り遅れてしまって損してしまうとか、でそういう目的で仮想通貨を持ってるっていうわけじゃ
ないってことなんですよね。じゃあ結局それってその仮想通貨って使えないじゃないですか。仮想通貨って海外送金とか決済するのに便利って言うけど、でも実際フルフリさんはなんか視聴者の方から仮想通貨でなんか投げ銭もらおうとしてたらしいんですけども、なんか放送中もさ、なかなかその投げ銭がさ反映されないとか言ってさ、ずいぶんイラついてたんですよ。なんか視聴者の方が仮想通貨でフルフリさんになんかその寄付してくれたみたいなんだけど、そのもらったはずの仮想通貨が自分の仮想通貨口座になかなか反映されなくて、すごいイライラしてたんですよ。だから現実的にそれ使えてないじゃないかって、ちゃんと使えてないですよね。その銀行とかで振り込んでもらえればすぐ反映されるんでしょうけど、それ仮想通貨実際使えてないし、仮想通貨がなかったから不便とかそういうシーンはないですよね。日本人にとってその銀行がちゃんと整備されていて、その別に仮想通貨じゃないと生活に不便とかいう場所ってないから、だから使えないものにお金投じてるっていうのはちょっと不合理としか言いようがないと思うんですけどって話したら、フルフリさんやドリさんは、まあ仮想通貨は宝くじ感覚ですねって話してましたね。宝くじってさ、外れたらそこで終わっちゃうじゃないですか。でも仮想通貨だったら将来大化けするかもしれないし、なんか夢があるから、まあなんか得体の知れないし、なんだかよくわからないものだけど、まあ買って放置しておいて、まあなくなったらちゃんちゃんで、もし大化けしたら万歳で、まあそういうなんかそういう感覚だっていうことでしたね。あ、そうなんだ。いやさ、仮想通貨投資の本とかさ、本屋さんに行くとたくさんあるじゃないですか。だから今仮想通貨を買ってる人っていうのは、なんかその今は仮想通貨を買うことが合理的な判断であって、将来必ずその仮想通貨っていうのはその生かされるものなんだ、絶対に仮想通貨は将来役に立つものなんだっていう、なんかそういうなんていうのかな、理論的な裏付けがあるというか、そういうなんていうのかな、将来を見越して仮想通貨を買ってるのかなって思ってたんですけど、なんか別にそういうわけではないみたいなんですよね。なんか最近人気だから宝くじ感覚って言われてしまうと、あ、そう、あ、そうですか、あ、そうなんだ、へえ、じゃあさ、今人気がある流行してるものだったら仮想通貨じゃなくてチューリップでもいいんですかってフリフリさんに聞いてみたら、いや、チューリップでも構わないって言うんですよね。今みんなが殺到していて、チューリップだ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 って言って、チューリップに10万100万1000万っていう値段がどん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 つり、どんどんついてるんだったら、別にチューリップでも構わんって言うんですよ。チューリップバブル崩壊して大損したっていうイメージがあるけれども、でもチューリップバブルで儲けた人もいるはずだろってね。だからその儲ける人になればいいのであって、その要するにチューリップバブルでババを引かされなければいいってね、そのチューリップバブル、バブル崩壊の一番最後に買う人にならなければ儲かるチャンスはあると。だから宝くじ感覚でチューリップバ、チューリップも仮想通貨も買えるっていうことらしいんですよね。あ、そう、あ、そうですか。でもだったらさ、その仮想通貨を買うことを投資って呼ばないでほしいなって私は言いましたね。だってさ、仮想通貨って現実的に儲かってる人もいますけど、大損してる人もいるわけじゃないですか。この前の西堀さんの2800万円大損のように大損する人もいるでしょ。だからさ、仮想通貨を取引してる人が自分のことを投資家って名乗ってしまうと、投資が悪いイメージになって、もっとさ、安全でリスクの少ない投資もあるのに、その本来であればその投資によってわずかなリターンを得られたはずの人が、投資を危ないイメージと持つことによって投資から遠ざかってしまって不幸になってしまうことが多いんじゃないかなって思ったわけですよ。ほら、今金融庁が積み立て NISA とか NISA の制度を作って、
その投資を呼びかけてるじゃないですか、貯蓄から投資へって言って、もっと安全な投資をしましょう、安全な投資で確実なリターンを得ましょうっていうふうに呼びかけてるじゃないですか。もうギャンブルじゃなくて投資をしましょう、ゆっくり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 確実な投資をしましょうって、せっかくその金融庁がその一生懸命やってるのに、わー仮想通貨だ、わーわー仮想通貨上がるぞ上がるぞ、さあ下がった、わーってやってたらさ、僕たち投資で大損したり大儲けしたりわーってやったら、それじゃあさ、若者がよし僕は投資をやってみるって言ってもさ、絶対お母さんがやめときなさいって止めに入るじゃないですか。それって不幸じゃないのって言ったんですよね。そしたらフルフリさんは、自分は投資家ではなくてトレーダーだって言うんですよ。つまり仮想通貨とかアメリカのドルとかそういうものを売買して、まあマネーゲームですよね、マネーゲームをやって市場からお金を分取るという、まあ、そういうゲームをやって、そのゲームに勝ってお金を増やそうとしているトレーダーであって投資家ではないって言ってましたね。まあそれは正しいですよね。てか実際フルフリさんも自分のことを投資家って呼ぶことはほとんどないんですよね。今回の激論生放送で私は仮想通貨を今買っておくことは合理的なんだっていう人の意見を聞いてみたかったんですけど、ただまあ単純にそのギャンブルをやってるんだ、マネーゲームやってるんだって言われてしまうと、まあまあそうですかという言うしかないわけで、まあそういう感じでしたね。まあ、他に大木さんっていう視聴者の方もなんかコメントで参加してくれましたけども、なんか結局そのなんだ歩き人、お前がそう思うなら買わなきゃいいだけじゃないかみたいな感じで、なんか別にその仮想通貨を今買っとく合理的な理由があるのかって言ったら別にないみたいなんですよね。なんか欲しい人が多いから価格が上がる、それだけのことだみたいな、なんかそんな感じでしたよね。だから、まあだから結局フルフリさんの放送にはそのマネーゲームが好きな人は集まるけど、いや投資家はいなかったのかなっていう、まあちょっと失礼な言い方になってしまいますけど、まあそういうことになってしまいますね。まあちょっと悪い言い方になってしまったかもしれませんけど、でも皆さん優しい方ばかりでしたよ。今回さ、私はもう仮想通貨を徹底的に批判してもう否定しまくってるから、フルフリさんの視聴者全員敵に回してソース感食らうんじゃないかって思ってましたけど、でも全然そんなことなくて、スカイプで一緒に話してたドリさんやフルフリさんやゴメスさんも別になんか、なんかアルキビドさん、なかなか、なるほどねみたいな感じで、なんか妙に優しかったですね。いやもっとさ、責め立てられてさ、お前バカじゃないの、こんにゃろ、ブラ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 ってなってもおかしくないことを言ってるつもりだったんですけど、でも全然そんなことなかったんで、いや、優しかったなって感じですね。まあ、あと、ゴメスさんは仮想通貨持ってないみたいなんですけど、ゴメスさんは司会役として入ってくれて、まあ割と話をまとめてくれたんでね、非常にその、なんていうか、助かりましたね。あと、それから生放送中のコメントで面白かったのは、歩き人の彼女は苦労しそうっていうのがありましたね。いや、それね、正解ですよ。苦労しますね。いや、どうしてかっていうとね、私は一から全部リズムで考えていくわけですよ。仮想通貨を今買うことは合理的なのか合理的じゃないのかっていうのを一から理論立てて、もう東京タワーをね組み立てるように一から土台から全部基礎からね全部組み立てて、最後まで東京タワーを完成させて、はい仮想通貨は買う気がありませんって結論出すんですよ。でもさ、そうやって全てのことに対して理論的に考えていたらやっぱり疲れちゃうじゃないですか。フルフリさんの生放送中もなんか歩き人なんかごちゃごちゃ言ってて、まあ言ってることは正しいのかもしれないけど、でもそこまで深く考える必要あんのって、まあ実際今仮想通貨の値段が上がってんだから買っときゃいいじゃんっていうさ、まあそれがまあ仮想通貨持ってる人の本音といえば本音なのかもしれないですよね。だからでも私はそれでは納得できないわけですよ。少なくともお金に関しては自分が納得するものしか買わないし、
とことん合理的に買い物してきますから、みんなが田舎の生活に車は必要だっていうから、じゃあ買っとこうとか、そういう思考回路ってないですから。だからその生放送やったのって大晦日だったんですけど、例えばね、彼女がいて、彼女がじゃあ大晦日だからそば買ってくるって言ったとするじゃないですか。ちょっと待って、ちょっと待ったってね、今大晦日でしょ、大晦日はそばの需要が増えるから、そばの値段は上がりやすいと。スーパー行っても大晦日はそば割引販売してくれないと。もしそば買うんだったら、その閉店間際とかね、あるいはその1月1日とか、その売れ残ってスーパーがその処理に困ってるところで割引になるかもしれないから、そこで買うのはわかるけど、いや今はじゃないと、そば買うのは今じゃないって。今はみんなそば買ってるから、スーパーは強気の値段をつけるから、今そば買うのは得ではないってさ、言うわけですよ。そんなさ、付き合ってる彼氏がそんなことをさ、いちいち言ってたらさ、めんどくさいなって思うかどうかわからない、めんどくさいと思わないね、優しい彼女を募集中なんですけども、いや、めんどくさいと思われるのはもう仕方がないですね。まあそんなこんなで、フルフリさんの生放送で3時間半ぐらい激論かわしてたんですけども、なんか半分以上、6割ぐらい自分で喋ってた感じがありますね。フルフリさんが主催者なのに、なんか主役奪っちゃったみたいで、ちょっと、まあでもどうしてもね、私はその自分の話したいことは徹底的に話したくなるたちなんで、だから他の人の生放送よりも自分の生放送でその議論した方がいいのかなとは思いますけどね。だから次は自分のコミュニティで、その仮想通貨を今買っておくことは合理的な判断であって、将来は必ず仮想通貨が誰にとってもね必要なものになるんだ、日本人はみんな仮想通貨を持たなければいけないような時代が来る、つまりそのクレジットカードのようにね、今こうやってその動画を作って動画を公開するためにインターネットで使うじゃないですか。でインターネットの光回線ってクレジットカードがないと契約できないんですよ。いやもちろん自分の契約してる会社の場合はね、他の会社は知りませんよ。クレジットカードを使わないと契約できなかったんですよ。だからクレジットカード必要じゃないですか。そういうクレジットカードのように仮想通貨が必要とされる時代が来るから、その今仮想通貨を買っておく方が賢いことなんだっていう、そういう説明をしてくれる人をぜひね、募集してますね。まあ、でも、まためんどくさいやつと議論になるって思われちゃうのかな。ぜひね、めんどくさい、その、論客の方ね、ぜひお待ちしておりますので、いつでもね、ぜひ、よろしくお願いします。まあ、これからもフルフリさんの放送、楽しい放送ね、期待しておりますので、フルフリさんもね、ぜひこれからも、まあ、仮想通貨はあんまりおすすめしないですけど、ぜひね、末永く放送していってほしいなと思っております。それでは、ご視聴ありがとうございました。